ういう感じでね、こう触りながら目標に向けてね、一緒に達成するように頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。おお、めっちゃいるんだすげえ。ぜひ炭酸を好きになってもらいたいと思いますいいっすかすみません、いいっすか。授業入ります。後でまたゆっくり。次、大円筋、この分ですね。こうやってお兄ちゃんがこうやってやってるやつ、右上のやつをやりたいと思います。で、よいしょ。体が硬いんですよ。これ腕をね、こう上げて、ここをこうアプローチするだけなんですね。ただ伸びてます、ここ。肘を伸ばします。こんな感じ。どうですか。伸びてます。でこれで連動していきますね。でちょっとこう炭酸かけます。であとこれテキストのやつ標準でやって、その後でちょっと尾形先生の大先生に盛り付けてもらいます盛り付けを。でこれで大円筋こう伸ばして、で次、この肘を曲げて、次肘にこうこういう感じでストレッチ。まあ炭酸かけたからだいぶ柔らかくなってる。痛み大丈夫ですか。大丈夫ですね。三頭筋伸ばします。で次手のひらを次後頭部にこうつけてもらって、次こう大胸筋をこう触りながら、鎖骨の下ですね、鎖骨の下をこう下げてこう引っ張る感じ。僕施術でこう使ってるんですけど、こういう感じね。で次は肩甲骨、次のページね、肩甲骨があるんですけど、肘を後ろに組んで、これ肩甲骨剥がしってやつで、やってるやつで代名詞ですね。これであのネイバーですか、まとめブログに僕の肩甲骨剥がし紹介してもらってて、こっから来るんですよね。ネイバーまとめ好き。でこういう感じで肩甲骨にがっつり、あとでね、まだ向こうの時にビデオ撮ってもらいますけど、こう指入れて引く、ここなるべくこの高さをこう合わせて引っ張る、こういう感じで。最後腕戻して、この胸鎖乳突筋は肩を下げて、ここの胸鎖にここを押さえて、こう頭が浮く程度まで上げて押さえるっていうか、押さえてから上げる方がいいかな、こういう感じ、こういう感じ、こんな感じですね。はい、坂田さん反対向いてもらっていいですか。ちょっと肩甲骨剥がしをちょっとビデオに撮ってもらいますね。よいしょ。でこう肘を曲げて、こう肩甲骨で出てない時はこうこういう感じでこう指をしごくような感じ。はい。ね。こういう指を入れて、お前こする感じ一瞬もう炎上や、炎上。またこれまた編集大変やねん、これ。原田さん、ここ何分何秒カットしてください、音楽にしてくださいとか言わない。これから引っ張って体重をかけるような感じ、こういう感じね。はい、これが肩甲骨剥がしです。あ、横にこう体重で横に引っ張るような感じですね。はい、これをやるんですけど、大橋さん、今のこの4つのやつで何かこうあります？こうした方がもっと、はい、僕の肩甲骨剥がしやってみますか。ぜひぜひ、見たい見たい。僕こっちからやるんですよ。いいですよ、はいはい。で、はい、なんでかっていうと、肩痛い方とか、これがきついんですね。痛いですよね、皆さん。はいはい、だからこの状態からやろうと思ったら、こっちから行くとちょっとしんどいんですよ。はい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 。でどうやったら肩甲骨が浮いてくれるかなってなると、こう入れるんですね。ほうほうほう。そうすると肩の外転が入ってくるので、はい、肩甲骨が入りやすくなる。入りやすく、はいはい。でこの状態で痛い、おいます、こう肩盛り上がる人ね。そうそう、最悪こっちに持って行ってくれたらいい。はい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 。ここやったら多分いけるんで、全員、でこの状態やったらこっちに入るから浮かないんで、これをそうですね、こっちに持っていく。はいはいはい。それで入れるんですけど、
で僕はさっきクル先生おっしゃったように、うん、上に上げるのこっちに引っ張っていく方と、うん、肩甲骨ってこっちと、うん、こっちと下と上とっていう動きがあるじゃないですか、はい、大まかに言うと、はいはい、でまあ外転だったらこういう動きもあるんですけど、うんうん、外転と内転と、うん、全部の動きを入れていきます。へこういう感じでめっちゃいいですねこれ一個一個で、最終的にはもうこうやってグリグリ回していきます。これ見てるだけで気持ちよさそうですね。でも硬い人は多分めっちゃ痛いです。指が入らないですね、この硬い人。これ指入らない人いてるんちゃいます。でも結構肩硬い人で。クル先生は肩硬いですか？わからないですか？僕でも指が入らない方は、うん、指入らない人どうみんなどうアプローチするのかな。ここの価格あるじゃないですか。価格にここをガポッとはめ込んで、はいはいはい、この状態でも動かします。なるほど。こうやって外転内線入れて、はいはい、こういう動きですね、はいはいはい、でこういう動きをしていってあげると、うん、だんだんここに隙間が空いてくるんですよ、うん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 、そうなっていくとちょっとずつ入れていくんですよ、うん、はいはいはいっていう感じですね。僕はうわすげえ、またバージョンアップしました。この段差のストレッチ進化型新作ができました。上下の動きっていうのはすごくいいですね。なかなか自分で体幹にこれってなんかできるじゃないですか、はいはいはい、これできない、はいはいはい、ちょっと一回受けてみたい人なんちゃら教授じゃ僕忘れました。じゃあクル先生クル先生いきましょうか、はいはい、使わないんですね。わかんないですね、うん、広告とかもうそんなになってくるから伝える言葉ってそうだから、ね、そう、うん、難しいことは言わないこう入れますよね。そうなんです、うん、こういう感じ。隙間ありますか。隙間、はい、なんとかありますけどこう指が入りにくいですよ。こんながっつりいくんですね。でこれで上上下そうですね動けへんでこういう感じ。そうですね、結構ダイナミックに動かしてもいいと思います。はい、痛くないですか久保先生。大丈夫です、はい、気をつけないと胸とかって大丈夫だ。女性はちょっと気をつけないとダメですね。ですよね。はい、あこう回す。もちろんベッドの上です。もちろんもちろんあちょっとこれ難しい。ちょっとお願いしますか、はい、指入らへん。ちょっともしかしたら硬いかもしれないですよね。上半身硬い。あでも全然いけます。いけます、はい、ちょっと攻めが甘かったかな。これいいですね。これ新発見やわ。そしたらこの肩甲下筋にも指が入ってるんで、はいはいはい、マッサージもできてるんですよねこれ、うんうん、動かすことで前鋸筋とか。はいはいはい、四十肩ですね。そうそうそう、これ四十肩めちゃめちゃ痛がるんだせん。でも痛くないと思う。痛く痛いんだけど肩甲骨に入るから、うん、あと全然多分そうなのか、動きが楽になるのかな。全然見ちゃいけないと思います。ちょっとすみません、炭酸ちょっといいです。いいですか。はい、クリスさん痛気持ちいいですか。はい、おお、めっちゃいるんだすげえ全然違うやん、なんか人形みたいになってる今すげえすげえグニグニにね、全然違うやん。すげえすげえ。で、僕はこの延長で大円筋とか行くんですよ。あ、もうそっちからなんですね。そうです。なるほど、これそうですね。なるほどね、大円筋って大きい方からですね。大きい方からですね、はいはい。ほんで、いける人は、うん、そうやね、うん、あ、逆ですね、さっきは小川先生、肩甲骨攻めて、緩めてからそっちの方、大円筋とか行って、はい、三頭筋行って、そうですね、うん、なるほど、っていう感じです。すげえ。後背筋はないです、これは、うん、次、反対の方を、ちょっと今、岡田先生バージョンで一回練習してもらっていいですか。岡田先生の方は、尻尾の方です。ちゃいます、糸編にものです。監督と、そうそう、尾形監督と一緒です。はい、今最初にこうやってバンザイとかやってもらって角度を確認してってやった方が多分、はいはいはい、でかバンザイ
今の方がね、はい、うん、右肩、そうなんですよ、すげえ、じゃあ次そっちのやってない方お願いします。両方やっとかんと、そうやっとかんとこれね、えらいことなんで、アンバランスで帰っちゃうんで。そうそうそう、そっちの方が多分患者さんは楽ですね。炭酸かけましょうか。加藤さん、炭酸ちょっとチャージしてください。ここの、そうそう。全然やっぱ炭酸緩みますよね。緩みました。今見た瞬間びっくりしましたよ。めっちゃ緩むでしょ。びっくりした。何これ、今になって今炭酸すごいの気づく俺。一番最初にせなあかんことがあって、びっくりした僕も。何で使ってるあのね、重生さん捻挫とかもアプローチすると本間先生が言ってて、はい、僕らじゃ分からない世界をこうね、重生さんってやってくれるっていうのはちょっと目玉だったんです、今回のこの一期の中で。で、肩甲骨緩んだら今度大円筋ですね。やば、ちょっとこれやばい、これはやばいぞ、これはすごいいいけん、あのストレッチが出来上がりましたね。いや、大丈夫です。いや、痛気持ちいいです。さっきの施術に飽きさせないというコンテンツとしてもあれ使えますよね。うん、思うわ。たまに違うやつ、そう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 、違うのあったらね、やっぱりアクセントじゃないですけど、途中一回それかましてみたいな、うん、ちょっと今日ストレッチ入れてみますね、うん、とか言ってね。加藤先生はもう常にあれですか、もうあんまり筋肉触らないじゃないですか。触らないですね。ウエスト細くするときだけですね。ウエスト、ああ、びっくりしました、今ちょっと両手万歳で。おーすげえ、すげえ柔らかなってる、すごい、肩甲骨正した感じ。いやね、僕も今こう掴んだ瞬間ちょっと誰か肩甲骨剥がされたい先生、どうぞ誰かちょっとやって、肩に飛ぶんですよ。あ、いいですよ、もう今炭酸と肩甲骨剥がしがあったら多分何とでもなると思う。誰か、あ、どうしようです、両方やるんで、やりたい人いませんか。やってみない、やらない、坂田先生いいですか。あ、そう、でも上げてください。まずね、左右こうバンザイしてください、ね、はい、これで。なかなかつくけど、なんかまだね、あのこういっぱい頑張ってる感じが伺える。もうちょっとこう楽にいってほしいですね。はい、多分、うん、広背筋が硬いタイプの、肩甲骨動かないタイプです、ね、なるほど。やや柔らかいでしょ。八木先生はあの下半身硬くて上半身ふにゃふにゃなんですよ、ね、変わってるんですよね。体から一言こっち腕枕してもらっていいですか。体からおかしい。かけましょうか、炭酸入れてくださいね。あ、でもなしの状態をちょっとね、そこ詰まってます、詰まってますね、ね、動きが硬いですよね。いや、炭酸チャージします。はい、お願いします。やっぱ猫背、猫背なんで、動きがちゃいますよ、硬いですよね。クレイ556で錆がされて、ほんまや、ね、指ガッソ入りますよね、剥がれてきてるのが、うん、ちょっと炭酸かけた方がいい。入る、もちろんこれはね。それ言ったらおしまいですよ。本当ね、あの子供とかのね、結構もうグリグリ入ったね。まあまあもちろんもちろんね。やっぱりこの大人の中のそのね、日常の肩甲骨の骨にくっついてると思ってる人多いですね。おいおいおい。え、これ離れてないのって言われます。多いです多いです。これはいいな。衝撃やな。いや、僕もこのこっち向いての肩甲骨剥がしっていう概念がちょっと僕にはなかったんで、僕も副外、そう、うん、あ、副外から、あ、柔らかい、あ、でもこれなんかすごい、さっきの回旋のね、腰が痛かったんですけど、現状ね、多分その辺なんで、これ多分ね、回旋しても腰が痛くなってると思う。
これでねストレッチ入れるときただ単に起死と停止のとこを持ってギュッて離すのもいいんですけど、あ、ありがとうございます。筋腹の皮膚をこう引っ張りながらこう筋膜剥がしていくイメージでギュッてやっても、はい、もう、はい、入ってこい。言ったら日焼け先生の好きな皮膚、皮膚のストレッチも入るんで、次めっちゃ気持ちいいんですよ。最短で、うん、万歳。だからこれ炭酸かけながらちょっと水分を利用して、あ、全然違う、あ、全然違う、炭酸の水分を利用しながら、いいですね、すげえ。ちょっとだけ多いと思ってもいいかも。そうですね。で、うん、じゃあ次反対を、クル先生一回ちょっとやってもらっていいですか。やっていきながらやると、ぜひ、あれじゃあ、ね、グッと決める、ちょっとあったじゃないですか、うんうんうん、どう、はいはいはい、軽いでしょ。これちょっと後で聞きますわ、どれがいいか。そうですそうです、そうです。これね、あの、なんだ、あの先生のやつ。ちょっと腕まくれしますか。あ、そう。あの、押さえるっていうのは。うん、じゃあいいじゃないですか。まあまあ聞きます方が。あ、すいません。僕も使いますけど、はい、ガンガンやるはず、はい、そうですね、上下、あの、頭とこれで、クルさん、やらかなりました、炭酸かかってるの、また炭酸かけて、あ、すいません、はい、お願いします。これあ、もっと近づけばいいですね、はいはい、あ、でも意外と肩甲骨硬いんですよ、薬先生。そうなんですよ。そうそうそう、肩関節が柔らかいですよね、はい、先生やっぱり猫背なんで肩甲骨やっぱ硬いですよね。これで肩甲骨柔らかなったらどんな肩甲骨、そう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 、多分なる可能性ありますよね。石川遼君がねみたいな、あ、そう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 、逆の大谷翔とか、そうそうそう、で僕野球とかバレーボールとか、でも絶対球速くなりますね、はい、すうん、めっちゃ気遣いながら言うてる。全然いいですよ、めっちゃ入る。基本がわからない、何なんですか。もう一回やってみて僕がちょっとね、つなぎやすい、どっちでもいいですよ、やりながら、うん、バージョンアップしてヨガやん、ヨガ。あ、腕まく、はい、それ、八木先生、その写真をね、岡田先生の肩甲骨剥がしてこうなりましたって言ったらいいですよ、これ、逆に怖い、こうやってこうと思ってもともと柔らかかったけど、さらにこうやって持つんや、こうあ、まっすぐなってる、すげえ。これ使えますね、施術にも、うん、限界を超えました、限界を超えましたね。でも本間先生柔らかいですよね、一回やってもらいます、ご主人に一回体にじってみてください。体にじって腰、さっき腰ちょっと痛かったですから、ねじかって、はい、ちょっとカメラあるのでここら辺でもうちょっとそこでやってください。体にじってもらって腰さっき痛かったことです。そこが最後のことです。あ、検査関節のところで引っかかってるんですよ、こっちこっちなってるでしょ。あ、ごめんなさい。まあまあ柔らかいですね、固まっ、そうですか、こっち向いて、はい、そうですね、あー、全然やってください、やってください、こっち、こっちです、こっちから、そう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 、今の手伸ばしておいてもらいます、うん、そう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 、頭の下、うん、そう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 、あ、そこまでやると肩が入っちゃうんで、前の方から、うん、前の、お腹の方、そう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 、それでいいですよ。まず炭酸ない時、うん、5、5、これは551の蓬莱ですね。うわ、外した。流れ聞いてるから怖くない。
いや、ない時って言ったら、551の、はい、OK っす。ある時ない時の、今556 の, あのあれがあったのに、551の放来と、うわ、何それ熱っ。いやいや申し訳ないです、うん、やばいな、やばい、すごいな。そんな柔らかかった？いや、でも、もともと柔らかいですよね、うん、こっちの肩だけちょっと緩いんですよ。あ、なんか脱臼しませんでしたっけ？脱臼はしてないけど、うん、そのこっちが噛むのかも。うん、動かして、あ、ちょっと入った。全然違和感がないですよ。腕上げてる、ここに違和感が全くない。変化球とめっちゃ曲がりそう。サーブもめっちゃ伸びてた。あ、すいません。ポポロもバーンと上がるんで、ちょっと八木先生がつけますね。あ、行きますね。こう、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 こうです。あ、こうですね、はい。すごいな。ちょっと今からあの尾形先生のストレッチコンテンツの作り方っていう話に今から変わりますね。コミュニティマーケティングを尾形先生がコミュニティマーケティングしたらっていう、今がちょうどいい講座の最後の終盤なんで。もちろん。ありがとうございます。もちろんこれその代わりみんな尾形先生と同じ格好でこうね、髪の毛も全部アフロにグラサンで、このままコーチンカーの上に散髪できました。先生メガネどこに売ってるんですか？これですか？これはゾフですね。OK。そうですね、だからこう、なんちゅうかな、テコを使うみたいな感じで、うん、そうですね、やらかなりました。だから本当に健康体を動かすイメージですね、健康骨というよりは、うん、動きと一緒にストレッチ、なかなかやっぱ肩甲下筋とかね、前鋸筋とかって触れないとこでしょう。関係ないけど、うん、いいよ、監督と一緒ですよね。一緒です、糸編、うん、そうそうそう、動き関係ないですね。どうしたの、気に入ったんですか、覚えられないですね。針はどういう時のアプローチですか？針はね、いやでもまあ神経痛系とか頭痛とか痛みが強い人に対してスコーンと入れる感じですかね。広島の尾形先生の尾形は珍しいですもんね、あの糸編のやつっていうのは。パルスですね。パルス、あの僕はちょっとマイク入ってないですけど、そうですね、広島あんまり針強いのかな、使わへん、怖い、ね、あ、そうですね、針あんまり僕でも使わないです。正直言うと去年から来て爆発と、はい、そうなんですよ、そういうことなんですよ。彼は、はい、金本のために行ったっていうか、あれ良かった、新井さんはそれ良かったと思うんですよ。と違う、ね、呼吸とか針って言ったら、まあまあそれはそれでこうしっかりとして、あ、万歳して、万歳、万歳、万歳して、例えばこうストレッチしようとしたりとか、そのマッサージしようとしたときに痛みが強すぎる人って言ってるじゃないですか。そういう人はまず針で緩めて、その後にやったりとかっていうやり方はしたりしますね、うん、パルスで筋肉まず動かして、そうですね、はい、そう、上下左右ね、ちょっとこう回すような感じ、あ、そうそうそう、それかあれですね、ここに小出しで、うん、そうそうそう、まあ、張りやるときまではしない。あ、そうそうそう、だ今日の状況を聞いて、今日はこんな状況です、まあ、ちょっと張りしとこうかみたいな、ここ上げていく感じで、まあ、ちょいちょい入れたりとかします。うん、だそこら辺をそろそろやってみて、最後検査して変化出えへんなとかっていうときにちょっとやるとか、最後にちょっと変化出えへんから今日やっときますわぐらいの感じ。そうです、取りに行きます、取りに行きます。時間と時間かかるね、時間、まあ、金も3年で150万ぐらいしますよ。そんなもんちゃいましたっけ、そんなもんちゃいましたっけ、400万ぐらいしたっけ、あ、そうかそうか、300ぐらいか、そうそうそう、あ、そうかそうか、300ぐらい、だいぶ伸びてますよね。すごいよ。ちょっと今かっこいいです。で、最後こう、ね、次三頭筋ここを伸ばす。次肘を下に。そうそう、それと3つ。はい、オッケー。何言ってたって。あ、もう全然動きますよ。いけるじゃないですか。ゆっくり働いてます。そうね。めっちゃ柔らかくなってるんだから。かなり。はい、じゃあちょっと私と聞いてください、私やってあげるの忘れちゃった、やるの忘れてたんですよ。ああ
そうそう、まずそこ大臀筋で、肘曲げて、大胸筋で、こう、こう伸ばす、ここ鎖骨から触って、そうそう、で外にこう、後ろに自分の方に引くような感じ、そうそうそう、で最後、そうそうですね、そうです、まあ、だいぶ柔らかってますね、いいっすね、はい、これなんで鎖骨やるんですか。鎖骨のここはあの大胸筋を触るためにこう下げてリリースするようなイメージです。あー、なるほどなるほど。だからですか。いやいや、下の下の下の板そういうことですね。そういうこと。あ、どういう意味があるのかなと思って、はい、ね、こうリリ筋膜リリースするために下げてっていうのを。なるほどなるほど。あれは、うん、強さ乳突筋ね。これ強さ乳突筋は加藤先生とも話したんですけど、あの BMK のね、あの人のストレッチでも使ってる首の凝りでしたっけ。あれ、そう、あのついてる幅がね、実際よりも幅が広いから、皆さんが思ってるその乳突骨乳突についてるだけのイメージだと、こう幅が狭いからもっとこの後頭骨の後ろの方がね、この起伸が多いから、そこをしっかり全体的に押さえてあげると、うん、あのストレッチの効果が高いよっていうのがあるんで、はい、さっきのね、やつ、うん、あれね、最後乳突筋を押さえたやつでこう やったんですけど、あれ以外に何かこう強さ乳突筋のアプローチって何かあります？ただほんま親指乗せててこの原理でグッとこう肩を下げて、はい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 、ここをグッとこうやってここを伸ばすようなやつなんですけど、はいはいはい、あれも確か BMK のやつそれなんでしょ。 BMK は押さえて出すんです。あ、おっ、極端的なあのストレッチ、なるほどね、大きなっていうよりは、うん、ただまあそのこれね、こっちに持っていっちゃうと結構ここ締まるんですよ。だから逆に前に持っていといた方がここ緩むんですよ、入れやすいですよ。僕は強さに言うときに行外でやるんですよ。え、何で行外でやるんですよ。行外で、あ、だもう別にそやらないんだ、ここ、この、あ、そうです、行外でこっちに持って行って、あの射角筋と一緒にこう、みんなで行くような感じです。あ、もうそっちでやるんだ。横向きでやらないとね。で、鎖骨のこういうライン、横向き結構負荷が強い。そうなんですよね。そうですね、はい、確かに、僕もこれ、あとやっぱりベッドとね、そう、ここの幅が狭いから、柔らかい人行かないんですよ。ね、あの、硬い人は結構ストレスかかった、ここ。うわーみたいな感じだったんですよ。両方やった方がいいかもしれないですね。そうしたら僧帽筋と結構絡んでる。両方と両方両方両方全部繊維しか伸びないですからね、僧帽筋の。こっちが先に引っかかっちゃうと、うん、伸びない、いかないいかない、ありますね、うん、そのまま弱いで流れていくことはじゃあ上向きでちょっと一回あ、大円筋。大円筋。やり方いろいろだからね。だから肩を決めるってなんか大事だと思うんですよ。そう、あの今正直言ってこの機械だったら何とでもなるじゃないですか。うん、でもそういう肩さえ肩は知らないんですよ、みんな。結構だから加藤先生のところに、ね、あの状態が名古屋ってね、愛知県って結構機械持ってる人いてるんですよ、他のメーカーで手に入るんで。うん、でも肩が分からんし、やり方が分からんから肩甲骨でしょ、肩甲骨のこのラインを僕のところにめっちゃ来るんですよ。価格含めてグッと抑え込んだ方が機械さえ買えばいいですかって言われたから、そんなわけないやろっつってもう置き取りなかったんですよ。うん、そういう例えば炭酸生態っていう協会がこう集客とかね、エルクサとかグループに出てきてるじゃないです か。それを見たエッセンさんがやりたいって言われたんやけど、講座受けなくていいですかって言われたんですよ。いや、じゃあもう機械買って他は好きにしてくださいみたいな。同じ効果はないですね。これはあのノズルとか全部あのミストの圧力とか全部調整してるんで、全部その顔にかけるあの中の開けたところに圧力あるんですけど、ああいうのないんですよ。一定なんです、みんな。あの液が減ったら圧力弱なるっていう。めっちゃ多いですよ、持ち腐れ、うん、だって僕が最初買った時、そうやと思う買い立ての時、使い方分かれへん、うん、説明もできないですね、それ、うん、結局ね、うん、だから自信がないから説明に、見たいですとからしいですってなっちゃうから、
何やこれになるんで、もう言い切るっていうのが言えなくなるんで、だからこうやって体験してもらって、あの分かるじゃないですか。だからもうこういっぱいこの経験というかこれがもう実績なんで、それで伝えれるから全然伝える重さは違うんですよ。表面だけでそういう機械だけとかいう発想はもう僕はもう、あ、全然いいんですけど、あの先つながらない、先伸びないなっていうような感じっていうのは加藤先生とも3年ぐらいやってきた中の経験ですよね。昔いろいろありましたもんね。めっちゃ多かった。講座来る人も、もうとりあえずそんな話ええからお前機械ちょやらやみたいなね、そんな人とかもいましたもん。だからうちはどんどん見せるんですね、教えてもいいと思ってるんですよ、どんどん進んでいくから先に、いろんな先生がいろいろな技術でいろいろな考え方が出てくるから、どん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 スペックが増えてくる。今日もまさにストレッチがもう変化してるんですよ、ほとんど。そうそうそう。で、ストレッチの専門の人もおれば、神経の人もいるから、そしたらその人からの知識が入ってくれば、また自分の中にもなんかこう幅が広がってくるじゃないですか。で、このビデオは僕らしか見れないビデオに してるんで、メンバーシップサイトっていうところなんで。一人でやってるとそれが広がらないんですよ。それが広がりにくいんだよ、そうですね。子供もね、何人分かのやつを勉強して、ね、あ、そうなんですよ、すごいな、片やらかなってるじゃないですか、全身ぐらぐらねって。私腰痛かったんです。今だいぶ、あ、思いますか、足首も痛かったんですよ、はい、ありがとうございます。肩甲骨が普通に立ってる、やらかなって感じします、出てます。どうですか、そうですそうです、オッケーですか。触れるようになるのがすごいです。さっきの乳頭付近は仰向けバージョンのやつ、はい、ちょっと一回見せてもらっていいですか。先生もう一回ちょっとそのまま寝て、業界で頭落ちなくてもできるんです。上向きで寝てもらっていいですか。なんか新型強さ強さ乳頭付近だけでいくと、ちょっとお顔をこっちに向けてもらって、はい、これをね、こっちに落とすんですよ。落とす、はい、下に落としながら、ここ乳幼突起あるでしょ、はいはい、ここ全部外して、こっちにギューッとねじるんですよ、はいはいはい、ねじるだけ。そう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 、でその時やっぱ痛みの顔加減を見ながら、そうですね、あとは皮膚の引っ張り加減とか見ながら、そうですね。ストレッチの強化芝と体勢入れるじゃないですか。こっち買った。首を落としてこの炭酸入れましょうか。炭酸入れましょうか。炭酸をちょっとお願いします。うん、右のは硬いらしい。こう伸ばす。強化芝とか。もう痛くないですか？はい。あとはここの僧帽筋とか行こうと思ったら、頭下からこう持って、これも牽引ですよね。あ、牽引というかね、これもここ持ってこうですよね。ほう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 。これでも射角筋とここの僧帽筋のここが伸びるんで、これも実はここに指引っ掛けてるんですよ、乳幼突起のここに指引っ掛けて、これをベクトルとしてはこっちに引っ張り上げながらこっちを下に落としてあげるんですよ。なるほどね。でこっちに倒してあげるということで効率的に伸ばしてあげれる。すごい、すごいです。あ、復活かけますか。ちょっと僕あれ今日の講座の写真撮ってないの。めっちゃ伸びる。忘れてたわ。夢中になりすぎた。すごいですね。改めて。
って感じですね。はい。あれ。ちょっと写真撮らして。じゃやってて。やってる手やもう一回あのやってる写真撮られなかったよ左やってもらえばいいじゃないですか、かけたあ、そうやね、そうですね、入らへん、全員入らへん、ほんまさえそれ音めっちゃ OK、 あ、黒瀬先生入ってます、OK です、ありがとうございます、それこれを押さえる手をこっちにベクトルとしてはこっちに肩を落とす感じでやると前が伸びるんですよね。で、そのまま下にこっちの方向に行くとこっち、ここが伸びるんですよ。真ん中、中間が。ここ今、この筋肉わかります？この筋肉がギュッて伸ばされてわかるでしょ？で、今度ここ行きますよ。ここでこうやるとこっちが伸びるんですよね。そうですね、前と横とで、まあ、後ろとかもあるんですけど、クルーさん寝てもらっていいですか、ちょっと僕やりますわ、これやりましょうやりましょう、これほんま勉強や、体が失礼します、失礼します、はい、今のさっきの話で言ったらここですね、そうですね、こう手クロスでしたよね、うん、そうですね、ここはもうガツッと持って、ガツッと行ってで、お顔を倒せるだけ倒してますね、で、はい、ここ縫う時のここはですね、はい、あのベクトルこう持っていくイメージ、はい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 、だから手としてはこういう感じで、そうですそうです、ガチッと行ってこういう感じで、そうですそうですそうです、そうすると、うん、多分あのこっちここが伸びるんですか、はいはい、はい、クロスで伸びてますここ、うん、痛い大丈夫、こっちが痛い、こっちが痛いあ、じゃあ多分こっちにこうギュッと押しすぎてますよね、ベクトルとしてはこういう感じ、ああ上にこういう感じ、そうですね、こう痛くないですね、はい、ですね、あー分かった分かった、オッケーです、ちょっと炭酸をお願いしていいですか、ちょっと浅かったです、はい、失礼します、どこのラインが伸びる、なるほど、感じ分かります、そう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 。はい。なるほど。これだけだとこういっちゃうじゃないですか。そうですね。こっちの方がいいですね。はい、だから、はい、失礼します。こっちでロックかけながらこうですよね。あ、こうかけていいですか。もうさっきかけますね。これはね、だからその受け手側さんがこう負担減りますよね。今のこう伸び。そうですね。こっち難しい。うん、これ、はい、こっち苦手な方や。痛くないですか、ここミュートス筋と射角筋でいうとこっちです、うん、そうやねん、ちょっと浮かして結構半分左利きなんですよ、うん、この右投げ左打ちなんですよ、僕野球、これは真横横ですね、横ベクトルですね、さっきの回線で今度は横ですね、まあ側骨ゴルフとかだから右打ちやのに、こっちの抑える角度によって変化なんですね、こういくとどちらかというと、このラインが伸びるんですよね、こうですね、だけどこっちをこういくとちょっと後ろが伸びるの分かります、そうですね、そうですよね、これ難しいな、ちょっとこうだからこういう形もやってるんですか、そうですね、ね、あのね、ここを伸ばそうと思ったらこういけるんですよ、すごいな、そっちまで行っちゃう、亀みたいな、だからここの緊張を取ろうと思ったら本当にこうですよね、うん、でプラス強度上げようと思ったらちょっと、そうですね、ちょっとねじり入れてこういくとかなり伸びるんですよね、なるほど、そう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 、猫背なら下がるんでしょ、大丈夫大丈夫です人の体ってそんな弱くないね、大丈夫です、ね、よく言われてますけどね、はい、そんなにくいやん、なるほど、クリスさんありがとうございました、はい、すごいな
なんかされますか、八木先生。なんかこの S 判定の角度ニュートン式、角度も変えるとやっぱ伸びる筋肉変わってくるんで、あんまりこうこっち押さえることなくこういったりして、ああ押さえた方がよりそうですね、はい、前前あ、そうだね、うん、いいですよ、はい、いいですよ、拭いときます、いや、あの染み込んでます、もうそれいいんです、あでもトントンしたら戻りますよ、ああもういいです、やってくださいトントンしてますね、はい、OK です、そう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 、手がクロスですね、こういう感じ、そうそうそう、で、ここにそう、ふわっと、うん、そうなんですよ、 こういう感じで、こういう感じですね、手も、でもこうこういう感じ、そう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 、で、この斜め上に持っていく感じ、うん、で、反対ね、次あ、手クロス、そうそうそう、で、あ、そう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 、うん、次が、あ、ごめんなさい、失礼します、はい、こういう、こうね、またここでこうロックしてこういう感じ、はい、横とどっちに向く、どっち、ね、こっちです、そうです、そうです、こうです、これあの矢先生結構 ねから体ごとこういった方がいいです、これやっと暑いね、結構大丈夫だよ、ね、結構大丈夫でしょ、はい、うん、ストレッチ結構ハードだよね、あそうですね、最初そうですね、最初はね、絶対痩せろ、これ結構、その原理を知ってたら、あの知らん人は炭酸を使ってうまいこといかんな、そこに、はい、間違ってるです。それを知ってたら、ありがとうございます。炭酸の効果を見せてあげる。頭を楽になる。そうです、すっきりしますね。はい。今のベッドの上だとどうやってやるんですか。え、普通に。なんでベッドだと何がちゃうんですか、あ、ベッドの上のあ、今の膝のやつですか、膝のやつはね、あんまりこう僕はここに乗せます、ここに乗せて、ベッドから頭出すってこと、あ、そうです、出して、うんうん、そうですね、あ、はい、出した状態で、まあ、ここの状態まで持っていって肩をグーッと落としてあげるんですよ、そうするとここのね、起立筋、これ聞いた、起立筋がグーッと伸びる、これ面白いな、ここの全体、こう首から肩の首が伸びる感じで、その筋の上部が多分伸びる、首が伸びる、こっちを取り入れてて、押さえの体勢が結構調節してるから、結構きついですよ、尾形さん、押さえの加減、あー、そういうことね、やっぱ筋肉、どきるとこやっていかないといけない、最後、いきなりこれやると多分結構えぐい、緩めないと、そうですね、しんどくなりそう、まだ受けてない人います、これ終わったらちょっと休憩時間長く取って戻してやりますけど、やられたい、やられたい、やりたいじゃない、誰か、はい、誰かやりました、誰か やってあげてもらっていいですか、先生一回やってあげてもらっていいですか、あ、まずそんな乳突筋から手をね、こうですね、クロスで、右手が肩で、左手はこういう感じ、指先がね、上、指先逆です、指こう、僕の方見て、
ああ、こうですね。うん。で、こういう感じですか。できたら、この指先でここですね。ここ。耳と突き。ここ。耳と突き。うん。乳突骨。乳幼突起。乳幼突起。あ、すみません。で、炭酸かけなあかんな。でも反対、指先が逆。あ、そうですね。あ、こうですね。もっとこっちに行きたい。もっとこっちに行きたい。あ、ごめん。本間君の顔がいってもてるやん。これ気持ちいいな。いってもてんがな。ちょっと。はい、どうぞ。これこそまさに明日から使える炭酸生態ですね。これやばい。みんなね、手ができてるから。すごいっす。はい、OK です。施術家ですからね。これ素人の方はサラモリですよ。がっつり、こういう感じですかね。すごいですね。もうちょっと、あの、自分ごと行くみたいな。やってないから、こういう感じ。こっちにもうちょっと押して、こうですか。ここでガツッと頭入れる感じです。ここで。ああ、はいはい。やばいですね。そうです、そうです。新しいな、これ。こうですか。こっちまでガズッと持っていただいて、そうですね。で、わかります。わかります。ちゃいますからね。そうですね。鼻に行ってください。さっきやらなかったんですね。顔に行ってください。いけます。うちの講座ね、カメラ意識しないといけないの。すいません。すいません。結構ね。これは下でいいとね、これはね、ベクトルとしてはちょっと斜め下ですね。メンバーシップで入らない。そうそう、ここが伸びるから。ビデオ見られへん。ここが伸びるから。で、なんとかしますわ。こうですね。YouTube 送ろうかな。じゃあここわかります？ここめっちゃ引っ張られてんの。入ればいいです。後ろの方。はい。これです。全部見れますよ、過去の。そうそうそう、そうです、そうです。1回目からね。はい。で、最後、あれやります？ちょっときついかな。あ、一回やってみてください。いいですよ、少々。いやいや、この状態で。そうですね。ほんで、肩を下に落としながら、自分がぐーっと前に。いけます？ちょっときつい、ちょっとそれきつい。うん。これぐらい。大丈夫です。そう。大丈夫でした？そうですね。はい。使い雑。はい、ありがとうございました。気持ちいいですか？気持ちいいです。よかった、傷つけながら。でも、やらないとわからないじゃないですか。でも、患者さんに試せないじゃないですか。だから、ここで少々ね、こんだけいたらちょっと痛めてもすぐ治せるみたいな。大丈夫です。すぐ。だって、さっき黒木先生、指直してもらいましたから、指痛かったので、だいぶ治りました。まあ、そんな感じで、一応ストレッチのね、一応、岡先生、今日は大活躍でありがとうございました。とんでもないです。で、まあ、これまたいろいろアレンジしていきたいんで、これをいかにその自分のビジネスつなげていくかのちょっと今からちょっと休憩入れてから設営し直してまたお話しますので、ちょっと休憩時間ね差し上げますので、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。めちゃめちゃ勉強になりました。